諸君、パパスだ。今回は私の叔父のオジロン14世、亡き14世のオジロンさんの手紙を読んでいこうと思う。それではスタート。パパスへ。この手紙を読んでいる頃は、私は何らかの理由でもうお前のそばにはいないんだろう。俺はよ、酒が好きでよ、よくラインハットの西の祠のやつらとも飲んだよ。まあな、俺本当はよ、ビールよりよ、酒の方が好きなんだよ、と明るいおじさんだった。しかしこの手紙が残っているということは、もうこの世にはその世話になったオジロン14世、その人が書いた手紙の続きを読んでいこう。俺はよ、こういう手紙とかあんま好きじゃなくてよ、まあ書かないわけじゃねえけどよ、なんかもうなあ、こういうの書くってことは、ああ、いやいやいや、俺みてえなやつは死なねえぜ。まあ、いろんな冒険してきたけどよ、おめえが見つけた元気の剣だっけ？あれ、装備できなかったからよ。まあ、言ったぜ。おめえも装備できねえとはな。まあ、俺とかお前じゃなかったってわけだ。天空の勇者は。ってことは、もういねえってことだな、この世には。まあ俺も多分落ちんじまってるかもしんねえけど、まあしゃあねえな。もうドラクエ4だったかな、あの時俺も主役クラスだったんだけどよ、ライアンつおっさんがいてよ、ライアンっていうおっさんとよくオラクルベリーの酒場だったな。いつも酒場なんだよ俺、あそこの酒場でよ腕相撲勝負したんだよ。でライアンも強くてな、本当によ。でもよ、勝ったぜ。まあそんな感じで、まあ俺も表舞台から姿消してな、5、4.5 ぐらいかな、ドラクエ 4.5 ぐらいの時に、まあな、ルイーダでの、グランバニアのルイーダあんだろ、あそこでお前がよ、全然よ、使わなくなっちまったろ、俺のこと。だから俺もルイーダでもう、日本酒は飲むわ、ワインは飲むわ。もうあれだよ、待機、常に待機、寂しく待機。そんなことがあってさ、もう山頂にも行ったんだけどさ、山頂も待機なんだよ。参っちゃうよな、もう本当に。まああいつもな、まあ、あ、いや、これは使えねえとか言っちゃいけどな、まあそんな感じでずっと待機が多くてさ、酒飲んじまったわけよ。まあこれ読んでるってことはもう俺落ちんじまってんだろうな。まあ仲間たちとよ、協力して5の舞台、まあ、お前が主役かどうかわかんないけどよ、伝説の勇者じゃねえんだから、どっちにしろな、装備できてねえんだからよ。まあそんな感じでよ、まあほどほどに頑張れや。じゃあそういうことで、うん、じゃあな。あ、微笑みながら包み込むよ、孤独を知ってくれた人、ありがとう、支えてくれて、明日の君がいれば、まあいつまでもやってても仕方ないんで、オジロンさんの残した名言集、格言集に参りたいと思います。オジロン、おじのオジロン14世
名言集、格言集。1、足の親指を徹底的に鍛えろ。2、先頭に入ったら生も死もない。3、筋肉に力を入れるな。4、相手が来た、構えた瞬間、相手の利き手が分かる。5、力んだ攻撃なら全てかわせる。6、攻撃された瞬間に相手の背後に立つ。7、どんな人間でも死は恐ろしい。オジロンさん、オジロンさん、本当にありがとうございました。このパパス、この命に変えても大魔王を倒してみせます。それでは今回の動画は終わりです。